はい、皆さんこんばんは。賞味期限のお時間です。さあ、3回目の放送、担当はもちろん私、豆腐ようです。今現状なんですが、私としてなんですが、イベントは、航空自衛隊のエアフェスタの方を、担当させていただきまして、やっと、片付け、会場の撤去の方も、ほぼほぼ終了しております。っていうか、今回のイベント夏日でほとんど25度を超えるというこの12月なのにという状況でした。いやー、マジで今回暑かったです。12月でこんなに天気が良くて、夏日が続くというのもなんかすげえ久しぶりな感じでした。いや、でもお客様は結構、大事をしていただき、喜んでいただき、とても、感謝でございます。今回は、数年ぶりにブルーインパルス飛行機の方が、来られておりまして、子供はイベントを撮影している妙に限るというですか、現場で、直に見ることができて感動しておりました。那覇マラソンから始まり、今月は、エアフェスタ、航空自衛隊のイベントと立て続けに、現場入っておりましたが、やはり現場楽しいです。面白かったですね。まあ、そのまま、年度末の、カウントダウンとかのイベントであったりとか、イルミネーションのイベントとかも結構入ってきますけども、今回は楽しく、やらせていただいたって感じなんですけども、さて、今回現場でいろいろと以前お仕事をさせていただいた方々と出会うことが多くてですね、ありがたいことに、大輝のお仕事も、やってみないかということでお声をかけさせてもらいました。今現状としてその企画の方の、資料とか制作の方を今準備させていただいているっていう状況ですね。で、まあ、発表とかは、まあ、年を明けて、年度末かな、3月4月あたりぐらいに発表になるかと思いますが、その前に、VR のお化け屋敷の最新版の今脚本の方も書かせていただいております。これも、ゴールデンウィークとか、夏ぐらいにはできるかなと思って、準備しているところございます。さて、前回もですけども、今回で3回目の放送なんですが、まだちょっといろいろと編集関係の仕事というか、今現状収録させてもらったり取材させてもらってる案件が、ありまして、これがちょっとまだ取りまとめてができてないという状況でして、でコーナーも設けながらも、やっていきたいんですが、年末にの放送か、年明けの放送あたりからはやっと番組としての形ができるのではないかと思い、今準備しているところでございます。本当に申し訳ございません、私の、言葉というかだけで、番組を構成してしまっていること自体がちょっと、申し訳ないという形なんですが、まあ、そういうことも踏まえた上でいろいろと作り上げていきますので、皆さん、気長にもう少しお待ちください。申し訳ないです。さて、今週なんですが、今週のお話はですね、以前やったイベントとかの裏情報のお話をちょっとだけさせていただければなと思っております。私事なんですが、世界ウチランチ大会とか、吉本さんの映画祭とかですね、そちらの方も、いろいろと関わらせてもらっておりました。その辺の、お話もできればなと思っております。ただ、ちょっと言える範囲と言えない範囲があったりとかするので、ちょっとそこら辺もいろいろとあるんですけれども、一番大変だったのが世界ウチランチ大会、全世界にいらっしゃる、沖縄県人会の皆さんが自分たちのルーツを求め、その確認とか喜びを踏まえた上で親戚家族に再会するっていうような形なんですけども、
そのイベントの、前夜祭パレードの責任者として関わらせていただきました。これがですね、世界ウチナンチ大会ということなんですけども、連絡がブラジルからであったりとか、アルゼンチンとか、地球の裏側からも直接私の携帯の方とか事務所の方に電話かかってきて、国際通りでのパレードでに参加したいとか、そのパレードの中で、まあ、なんていうんですかね、発表をしたいということが大半でして、でそれの調整をさせていただいたんですけども、まあ本番2ヶ月前からほとんどほぼ毎日というか毎晩というかご連絡があり、まあありがたいことに向こうは、日本語で連絡していただけるんですけども、一応万が一ということで、私の方に通訳が4カ国語分、英語であったりとかスペイン語の方とかいろいろと通訳つけてもらってやってたんですけども、これが面白いことに、方言だったらうちら口だと結構、会話ができたりとかしたんですけども、まあなんせ、朝からのスタートなんですけども、夕方の6時頃までが、国際通りが、使用できるという状況でして、もちろん通行止めにしてやるんですけども、その調整が一番大変でして、あと皆さんが発表したいので国際通りに4ポイントぐらいスピーカーと、PA 入れてで発表するという形なんですが、これがまあ大変で、まあテンションが上がってるので結構時間通りいかないっていうのが大半でした。まあ、その中でもサンバであったりとか、なんていうんですかね、現地の踊りみたいなと、あとはエーサーやったり方とかも言ったんですけど、これらの調整が結構大変でして、で、まあ、全団体に思い存分その時間を使っていただきたいんですが、どうしても制限があって、それの中の調整と、あと来場者が、結構国際通りなので両サイド観光客も踏まえ結構いらっしゃいまして、その中を行進パレードをしていただきながら演舞していただくという形なんですけども、一番最後に県知事さんとかいろいろと歩いていただくんですけども、この方々が最後にパレットくも字の前の方まで移動してきてゴールするのがだいたい6時頃でも、独自には、普通にバスが動き始めちゃうので、それの調整がとても大変でした。実際パレードが終わったのが、6時数分前 2,3 分前だったりとかしたので、もうその時も運よく、雨も降らず晴れた状態でできたんですけども、まあ全体のテンションが高くてですね、で、まあ本番は次の日からなんですけども、自分らが前夜祭といっても昼なんですけど、パレードという形でして、でそこから、いろんな会場に、皆さんが、行くという形でした。そういうふうにやってたんですけども、やはり国際通りのキャパの問題があったりとか、あとはお客様の来場者数が結構いらっしゃってて、そこら辺の調整が一番大変だったんですけども、まあ結果時間内には終わってるし、でまあ皆さんが、満遍の笑みで喜んで拍手したりとか手拍子したり、喜んでいただける姿を見てると、やっててよかったなっていうことは実感しました。ただもう一回やれって言われるとかなり厳しいかなと思ってます。多分私は断ると思います。それだけ、もうずっと調整ばっかやってて、家にも帰ることもできず、とても大変だったという記憶だけ残ってます。でこれが、映画祭、ごめんなさい、うちらの大会でして、で吉本さんの映画祭の方も関係させていただいたんですけども、その時も、参加者出演者全員が、前日というか、まあ、昼間に一応集まって、プロデューサーディレクターと、まあ、挨拶をして、で、まあ、コーナーの番組の収録の振り分けを、まあ、
その時に発表とかしたんですけども、まあもうすごかったですよ。ホテルの、宴会場でやらせていただいたんですけども、その時の、仕切りをさせていただいたんですが、まあ参加者の多いこと、まあ多いことって言ったらいいことなんですけど、第5回ぐらいだったのかな、一応最初の方でやらせていただいてて、僕が担当したのは、今は那覇の方でやらせていただいてるんですけども、当時は、宜野湾のコンベンションセンターを、まあ、基本の会場として、で当時のデッドカーペットも、120メートルってすごいもう長いというか距離をさせていただいて、その時こらえてたのが、まあ、有名な芸能な人ですか、アーティストさんとかに、まあ、こらえてまして、いろいろとお話しさせていただいて、やったんですけども、その時にもレッドカーペットの時間も決まってるので、まあ前夜祭なのでこういう感じでレッドカーペットも歩いてもらいますとかもやりながら、で会場も、離職パーティーみたいな形にして、で皆さんと一緒にお食事と、まあ、軽い飲み物があり、でステージ上には沖縄のアーティストさんが歌って、まあ、会場を盛り上げる、まあ、基本的には一般にはどういうふうにやってたかっていうのは公表しないんですけども、当時も、メディアの方は来てるんですけど もう実際のところは撮影もしない状況でやりました。まあ2時間とか3時間なんですけども、出演者全員こらえてまして、で当時は、テレビ番組としては、フジテレビさんのヘイヘイヘイだったりとか、ダウンタウンデラックスさんとかいろいろと、収録もその映画祭の、まあ、進行状況になるんですけども、まあ、それ組み込まれている形で、で、モデルさんも来られて、東京ガールズコレクションに出られてる有名な、モデルさんたちも来られてまして、でその方々も、会場を来ていただいて、まあ、その僕自体は、前夜祭の担当なので、当日は、まあ、会場の方で、まあ、ずっといたんですけど、裏方の方として、進行のサポートという形に入りました。まあ有名どころと綺麗どころがすげえ揃ってまして、まあ、もうご挨拶させていただいたんですけども、結構テンション上がりましたね。もう一回やれというと、これもちょっと結構、シビアにきつい状況でございます。当時はそれで良かったんですけども、今のこのご時世でできるかといったらかなり、厳しいというか、時間的と、あとアーティストさんたちの入れ組みも大変だと思います。でステージの方ではサプライズゲストとして、AKB さんの、初期メンバーの方々のコンサートも、ステージでやっていただいて、その時は僕はステージの方の進行の方にのサポートとして入らせていただいたんですけども、それも結構盛り上がってて、ステージの上から見るAKB さんのファンの方々もすごい熱をこもってて、ペンライトを両手に持ち踊りながら会場を盛り上げてくれたというのはすごい記憶に残ってます。まあ一番面白かったのは、そのアーティストさんたちを見に来るファンの方々、全国から来られるんですけども、やはり沖縄でやるっていうなると、そういうらに皆さん気合い入れてくるんだなっていうのは実感させてもらいました。かなりハードな踊りもしながら、この人たちはなんで下を見てるんであろうと、上見ればアーティストさんアイドルが目の前にいるのに下を見ながら踊ってるっていうのもなかなかコアな、まあまあファンの皆さんたちの気持ちなんだなと思いながら見てましたけども、まああれも経験できるようなものではないので結構楽しかったです。で、まあ、当時まだ、まあ、今じゃ有名なアーティストさんたちも当時はまだ、デビューしたばかりという方もあって、いろいろと応援させていただいたりとか、あとは韓国からも、アーティストさんたちがお見えになって、ステージを盛り上げてくれたという記録も残っております。だからバックヤードの方に行きますと、吉本さんの芸人さんたちと、まあ、雑談させていただき、で、まあ、どこのお店が居酒屋が美味しいのかとか、どこどこ泊まっているんだけど、
一番近いところはどこなんだとか、そういう話もしながらも、皆さんで、まあ、何ですかね、出演出番を待ちという形で、前室っていうか、そこで一応みんなで話を教えたという記憶が残っております。まあその時も結構吉本さんの芸人さんたちとお話しさせていただいて、ああテレビと同じなんだ、テレビと同じ感じで話してくれるんだな、盛り上げてくれるんだなっていう形でっていうのを覚えております。まあ当時はもう、でももう本当に人気の芸人さんでしたけども、今でも現役で活躍していただいている芸人さんたちも結構いらっしゃるので、すごいなと思いながらも、当時のことを今振り返っているところなんですけども、やはりですね、皆さんプロです。思いましたもん。ちゃんと全体の流れとか空気もちゃんと見ながらやられているので、こんなにすごい人たちが今周りにいるんだなと思いながらも、ずっと、勉強させてもらってたっていうことは覚えております。まあ近いことを今からちょっといろいろと準備して発表していこうと思っているんですけども、まあ当時の経験が今に生かせるかなと思っているところでございますね。これが、コロナ、まあ、あって一応止まってしまってて、それがやっと今年から4年ぶりとかで復活させていただいているので、まあその中でも僕が手掛けてきたものも面白いのも残っているので、それをもう一回、バージョンアップさせていただいて、周りにもうちょっと喜んでもらえるような、まあ微々たる力なんですけども、できるように今準備しているところでございます。まあこう言いながらもこの道結構長いので、経験と、まあそこら辺の、何て言うんですかね、運っていうか、そこも使いながらも、あと人脈ですね。まあおじさんなんですけども、まあその時みんなで頑張ってたメンバーも今じゃ立派になりまして、いろいろとお話ができる状況にはなってます。でそのメンバーでまた新しい面白いものを作ろうぜっていうことが、この、那覇マラソンの現場であったりとか、他の現場で、会うことができて、そこで一回話をまとめたので、でまあ今週の放送の翌週ですかね、で、もう一回、ちゃんと企画会議をやろうということになりました。でそれで予算組であったりとか、チケット販売とかもいろいろ出てくると思うんですけど、今の現状としては、まあ、今まであった既存のイベントのバージョンアップと新しいものを作ろうということで、その準備にも入ってます。まあそれが、今月12月中にある程度固めつつ、年明けに、何て言うんですかね、基礎を作ってしまって、来年あたりに発表でしようかということの今流れになっているところでございます。もともとがそういう企画ものだったりとか、生み出す運営側というよりは制作の人間なので、そこで何か面白いものができればなって常日頃思いながら頑張っているんですが、今回ご縁があって FM ギノワンさんで番組を持たせてもらっているので、でもそれを踏まえた上で、いろいろとこの番組を通しながら発表できればなと思っております。実際、まあこれもご縁があればなんですけど、他の番組にも出演させていただいて、そこでちょっと告知さえできればなと思っているところでもございます。の、まあ、なんといっても今の作っているものを、どういう形で発表するかというのもとても大切なんですが、まず、来場される方々とか、ネットの方で見ていただける方々とかいらっしゃると思うので、その方々が喜んでいただけるようなものを作るっていうのが僕たちの仕事なので、実際そこをどういうふうにまとめる、どういうふうに作り上げるかっていうのはいろいろと試行錯誤になると思いますが、まあ実際、やってみなきゃ分かんねえっていうのもあります。でもやってみなきゃ分かんないけど、やらなきゃ始まらないので、まずはそこら辺も踏まえた上で、番組構成であったりとか、まあイベント構成もそうなんですが、中身の方をきれいにまとめながら作っていこうということで、今、他のスタッフのメンバーとかといろいろと詰めてる段階です。
で、まあ、今回公演があって、国自衛隊さんのエアフェスタの方にも、これはちょっと制作の方ではなくて、まあ、制作っていうんですかね、会場の方のサポートっていう、設営のサポートみたいな形で入らせていただいたので、結構うまくやれたと思ってやってました。で、実際のところ喜ばれてましたよってこともずっと聞かれて、話聞いてたので、案外そこら辺も、喜んでいただけたかなと思っております。そした言ってるうちにもうそろそろお時間になります。まあ来週あたりもいろいろあると思いますが、とりあえず、今週週末お疲れ様でした。まあ、来週からまた、クリスマスも近づいてきたり、大晦日も近づいてきたりとか、いろいろあると思いますが、皆さんも楽しく今年1年がうまく締めくくれればなぁと心から思っております。まあ僕自身もそれができればなぁと思ってるんですが、さてと言いながらも、企画の方のまとめの方とテーマとコンセプトも決めなきゃいけないので、いろいろ大変なんですけど、まずは、今年1年お疲れ様でしたって言えるような企画になればなと思っております。実際のところ、あと2週間で今年も終わっちゃうんですけど、まあ早いもんで、番組も12月の1日からスタートさせていただいて、5日間12月は放送させてもらうんですが、そのうちの今日も踏まえて、そんなにうまくまとまってない状況で番組を、まあ、制作というか流させてもらってるので、本当に申し訳ないと思いながらも、結構、真面目に緊張はまだ解けずやらせてもらってます。まあ遅い時間の番組でもあるんですけど、まあぐだって聞いてもらえればなと思ってやってますが、もう少し構成もちゃんとやって、で、コーナーがあっていこうと思ってます。一応基本的には私が、気になるお店だったりとか商品とかものを紹介するっていう番組なので、現状一応いろいろと、取材はさせてもらってるんですが、細かいところの、確認であったりとか、全体のバランスであったりとか、コーナーの方とかの編集が、やってる最中です。急ピッチにやってはいるんですが、まだちょっと納得できてない部分もあるので、それも踏まえた上で、もう少しお時間かかるのかなと思ってます。ただ、今週うまくいきゃ来週いけるのかなと思いながら、クリスマス前なんですが、それよりもちょっと目指して頑張ってますので、ぜひ皆さん、まあ、気長にというか、お待ちしていただければ幸いだと思っております。まあどうなんだろうね、こんなおっさんの話をこんな夜遅くからぐだぐだとやっちゃって聞いてる人いるのかなと思いはしますけども、まあすいません、パーソナリティのこんな私がやってるので、皆さんがどういうふうな感じで聞いてるかっていうのもすごい気にはなるんですが、何とも言えない状況でずっとやらせていただいてるっていうのもあります。滑舌も悪いし緊張もしてるし聞き取りも大変だと思うんですが、もう少しなんとか自分なりに発信できればと思ってますので、ぜひとも、もう少し気長に待っていただければなと思っております。まあ週の真ん中になるのかな。で、まあこんな時間帯にこんなおっさんの声が流れてるのもどうかと思いますが、ぜひ皆さん、本当に申し訳ないです。何度も言います。もう少し気長にお待ちください。なんとか皆さんの、耳にちゃんとした、情報を流せるように今準備しておりますので、本当にもう少しだけお時間ください。今週、うまくいきゃ来週かなと思っているんですけど、そう言いながらもまだちょっとまとまってない部分も多々にあったりという前に、確認取れてないのが結構あるので、それ辺をうまく調整して、
作り込んでいきたいと思ってます。もう本当に FM 宜野湾さんの編集には助けてもらってます。こんなグダグダの声と音のばらつきが出てる状況をうまく調整していただいて流してもらってるっていうのが、本音でございます。もう少しのお時間を、いただければもう少しまともなものが作れるかなと思ってますが、ぜひお待ちください。では今週も、お時間になりました。では皆さん良い週末を、良い土日を、おやすみなさい。ありがとうございました。また来週。